ノリ、マキアラレ。ノリ、マキアラレは、鳥山明の漫画、ドクタースランプ及び、それを原作とするアニメ、劇場版、ゲームや漫画、ドラゴンボール及び、それを原作としたアニメ、劇場版、ゲームに登場する架空の外の井戸。ドクタースランプでは、主人公。また、コマーシャルに、キャラクターとして、起用されることも多い。アラレちゃんという愛称で呼ばれることが多い。 声優は、ドクター・スランプ・アラレちゃんシリーズ、ドラゴンボールシリーズ、無印、蝶、各種ゲーム、CM などは、小山真美、ドクター・スランプでは、川田太子。2016年の GU の実写 CM では、中条あやみが演じた。1980年飛びを3日、5月3日に、誕生。身長139センチメートル、体重31キログラム。 ドラゴンボール大全集とドラゴンボール超全集では、英百745年完成になっている。完成した後、千兵絵が考えた、年の離れた妹という言い訳の長尻合わせのため、13歳ということになった。時間経過の描写があるため、最終版は名目上18歳になる。周囲の人物には、1967年生まれと説明されている。趣味は、 うんち好きで嫌いなものはない。パトカーや白バイを体当たりで壊すことも趣味としている。特技は女の色気。千兵絵が校長に今まで体が弱くて病院に入院していた妹,妹と紹介して村の中学園に編入学する。この時千兵絵は千兵絵の両親は小さい頃に亡くなったことを校長から指摘されて実は 子供と訂正したが担任の緑が現れて、子供というのは冗談だと誤まかした。ペンギン村村立中学園に入る千兵衛の、じいちゃんが千兵衛の妹として、あられを紹介され、千兵衛の両親が亡くなったのは20年前で、あられが名目上15歳の時点で、妹のあられは存在するはずがない状況に千、兵衛のおじいちゃんや緑が驚いた時は、 大粒のキャラメルのおまけと説明している。自動車学校では、当時まだ17歳ということで普通自動車免許一種を取得できる年齢の18歳に達していなかったため、ゲ五郎島自動車学校の教官がダメと断ったが、だだをこねて壁を壊し、怯えた教官から許可を得て、放棄テストと実地テストを受け合格。普通自動車免許一種を取っている。 第2回ペンギングランプリで優勝したため、高校3年生でペンギン村村長になった。登場回数については、原作、アニメともに1話から最終話まで全話に登場している。ジャンプコミックス10巻において、作者の鳥山があられと戦氷0への登場回数を数えて比べており、回数はあられの方が多かった。また、 ドクタースランプの完全版のカバーには、鳥山のお気に入りキャラクターが描かれているが、その一つがあられである。インタビューで、好きなところはと聞かれ、僕を漫画家にしてくれたので、もちろん好きですと答えており、最初は誕生の理由で嫌だったが、どんどん闘身が小さくなって、ギャグっぽくバカバカしいキャラになるにつれ、好きになっていきましたとも答えている。あられと悟空が戦ったら、 どっちが強いですかとの質問に対し作者の鳥山は、あられちゃんの方が強いんじゃないのかなぁと返答している。1985年から10年後、おぼっちゃまんと結婚して、彼の家に住み、赤ちゃん、アンドロイドをもらい、一時の母親になる。結婚して、母親になっても性格はそのままで、うんち好きやパトカー壊しなどをやっているため、未来を見に来た鳥山からは、 母親になってもまだこんなことしているのかと呆れられている。赤ちゃんの名前をキングキドラにしようとしたが、おぼっちゃまんに却下された。誰とでも友達になろうとする、天真爛漫な性格で、純粋な心の持ち主。赤根、太郎、ピースケなど、比較的親しい人物からも疑問視される選票への、怪しげな発明品も、手放しで、褒め無条件で信用する。 かなりの天然をとぼけ少女だが、クラスメイトのスコップが、都会島から持参した、勉強熱心なスコップにも、難しい内容の、めちゃんこ難しい問題集数学をラスラ解いて、全問正解するほど、数学の能力は特に優れ、それ以外の学業成績も、のきなみ優秀である。強い、強いものと戦うことが好きで、彼女を破壊しようとするドクターマシリトとの戦いも、 本人にとっては遊びという認識である。一度眠っていたあられがオケラを飲み込んだことで性格が変わったことがあるがこの時は食事を作ったり学校ペンギン村村立中学園で熱心に勉強していた。この現象を占表へはオケラが頭の中に入り込んで普通なら回路が狂っておかしくなるところをあられはもともとおかしいからまともになってしまったと推察している。 初期はみんな好きと公言していたが、第2回ペンギンムラグランプリ最終チェックポイントの仮物競争であなたの恋人の髪を引き、一番好きな男の子を連れて来いと言われた時はおぼっちゃまを選んでおり、アニメ第1作では好きな人を聞かれて一番先に出たのもおぼっちゃまんである。ほとんど怒ることはないが、自身と親しくなったものを傷つけ、悪びれもしない心ないもの。 熊を銃撃したハンターや、一時期飼っていた犬のうんちを引いた上に蹴った金持ち、などに対しては怒っている。また、劇場版、ドクタースランプホヨヨ。宇宙大冒険でもマシリトが緑を泣かせたことによって怒っており、マシリトをキャラメルマンゴとパンチ一発で吹っ飛ばすなど、本気のパワーを、期している。人間で言うところの強度の禁止で、 愛用のメガネは戦表映がその場で応急処置的にかけさせたもの。普通の人間には見えない死者の魂もあられには見える。頭部は初期の未動体という線で繋がっていたが、後に分離したままの行動も可能になった。取り外した頭部をラジコンカーなど別の機械に接続して活動することも可能。村人の前で自ら頭を外したりするが、村人もおとぼけばかりなため、変わった。 特に程度の認識でロボットだとは気づかれていない。エネルギー源は海水を原料とした液体、ロボビタン A で、哺乳瓶から飲む。切れてしまうと完全に機能が停止してしまうため、周りからは死んだように見える。携帯用の錠剤版もある。基本的に人間の飲食物は消化できないので、よく口にしている。ピロリンキャンデーなど一部の菓子や飲み物とロボビタン A 以外は、普段口にしない。 初期には、給食を食べて帰った後に腹板を起こしていたり、飲酒して酔う場面もある。腹部を開けて取り出した飲食物を人間が食べることも可能。生物のような排泄もできないので、トイレにも行かない。ロボットのために、体の成長がなく、ブラジャーをつけたいという理由で、平らのままな胸に悩む場面がある。助成器も何もついていない。 あられを開発した時点で戦兵絵が女性機を見たことがないで作れなかったが、肛門はあり大便は出さないがたまにおならをする。体内の排ガス除去装置を外せば、おならで空や宇宙を飛ぶことも可能。機械のボディはゴム製のカバーで覆われているため乗り巻き、カジラに食べられることはない。ほよよ、んちゃ、キーン、バイチャなどといった独特の言葉、あられ語を使う。 常識外の怪力を持ち、パンチ一撃で地球をマップ立つに割る、地球割りを頻繁に披露したり、投げた岩で月を壊すパワーを発揮したほか、地球から放ったパンチで太陽をも破壊しており、アニメ第一作では、地球上であられが素振りしたパンチで太陽に、ひびが入り割れる様子が描かれている。タイムスリッパーで大昔に行った時は、地球に衝突しそうになった巨大隕石を、 頭突きで引き火していて、そのまま衛星軌道に乗った巨大隕石が現在の月になった。あられに割られた月と地球は太陽が伴走光を張って直している。通常時の最高走行速度はマッハ1.5だが、本気モードだとマッハ3にスピードが倍化する。必殺には口から発射される凝縮エネルギー弾、んちゃ法をはじめとする各種挨拶法。アニメ第一作では、 おぼっちゃまんとのダブルんちゃほうも使用したこともある。あられの言動に手を焼いた千ヒョウエが様々な事情からあり余るパワーを抑える改良を数回施そうとしたがすべて失敗してる。ドクタースランプのキャラクターの中で一番デザインの変化があり、物語初期は四等身ほどで大人びた顔だったが画風の変化に伴い身長が縮んでいっている。後に千ヒョがあられのボディには 体型が一定でない複数のスペアがあると、後付けの言い訳をする場面も描かれているが、作中において、鳥山自身も苦しい言い訳であることを認めており、それを含めてのギャグ描写になっている。また、ちょっとだけ帰ってきた、ドクタースランプでは、ターボが発明したお望み変身マシーンで、大人の姿になっている。当初、線表衛がへそをあられにつけ忘れていて、改めて付け足した。 アニメ第一作でも、初期のデザインは使われていないが、デザインの変化がある。メガネをかけているが、これはロボットが金眼だったら面白いかもという、鳥山の謝礼的な発想によるもので、鳥山は担当の鳥島から女の子を描いてほしいと、言われ、じゃあロボットにして、さらにロボットなのにメガネっていうのはバカバカしくていいかな、という単純な発想からひらめいたと語っている。 メガネは描くのが面倒なため、いずれ外すつもりだったらしいが、これが彼女のトレードマークとなり外すに外せなくなったようである。だが、あられのおかげでメガネをかけることに抵抗がなくなったという読者からの手紙をたくさんもらい、鳥山は、わしも少しは世の中の役に立ったようですと述べている。首と体は一貫の初期にはコードで繋がっていたが、 自分で体から首を取り外すようになってからコードはなくなっている。鳥山は最初の頃はまだ技術が進んでなくてコードで繋がっていたが最近は技術が進んでリモコンになっている。あられにはスペアの体もたくさんあると言い訳をしている。原作のカラーが及びアニメ第一作では髪は紫色、またコスプレを趣味とするためコスチュームのバリエーションも豊富。 手袋とブーツはマストアイテム。コスプレ以外の服装としては、毎回服装は変わっており、基本的な服装としては、初期は赤い服にオーバーオールだったが、中期から服の真ん中にアラレイと名前が書かれている服を着るようにいる。当初はズボンを履いていたが、途中から履かなくなり、スカートからカボチャパンツが少し見える状態となった。髪型は、 ストレートの時が多いがツインテールの時もある。扉ではポニーテール、ショートカットなどもある。ドクタースランプでも服装は毎回異なり、初期は基本的に真ん中に A が乗った紫の服にオレンジの半ズボンの服装で、中期以降は黄色と黒のシマシマの服の上にピンクのオーバーオールになった。髪型は最初はストレート、 五十話以降は紙を上向きに結んでいる。のり、巻あられが使う、架空の言葉である。1981年に流行語になり、朝日新聞長官掲載のコラム、天聖人号、1981年11月30日付、でも取り上げられた。原作初期では、おはようございますのように語尾に、です。マスをつけるなど敬語を使っていたが、次第に使わなくなり、 あられごや名古屋弁を使うことが多くなった。保存版ロード賞特別編集ドクター、スランプあられちゃん、1981年でも紹介している。ジャンプコミックス10巻で、鳥山が10巻までのあられごを数えてランキングしており、1番多いのは、ほよよ205回、2番目は、んちゃ84回、3番目は、キーン49回、4番目、包囲 三十九回、五番目は、バイチャと、カつクイー各二十一回だった。あられ語は、どのような発想で生まれたのかという質問に、鳥山は、これは本当にただ、なんとなくとしか言いようがないですね。バイチャとかは意識して作った言葉だけど、そういう言葉は、やっぱり不自然ですね、と答えている。以下の順は、五十音順である。年には、 俺たち表金属で、山吹緑、声、向井真理子と、のりまき千表へ、声、内海健治と一緒にオープニングナレーションをした。2006年に、脳内エステ IQ サプリ第100回超特大生、放送内のコーナー、IQ ミラーでアニメ一作を元にしたアニメが、放送された時も登場している。ドクタースランプあられちゃん放映中時、日本テレビ系列で朝に放送されていた。 ズームイン、朝の朝のポエムというコーナーであられと山吹緑による学園内でのショートストーリー語られたことがあり、他には富士テレビ系特別番組にも出演しており、放送開始して半年後の1981年10月20日放送オールスター紅白大運動会ではあられの着ぐるみ人形が白組の応援として登場。 翌1982年10月27日放送の同番組でも引き続き、あられ人形が白組応援として登場。ラジオ空想科学研究所にも出演し、あられちゃん音頭を歌った。ドクタースランプあられちゃん放映中の1981年は、ロート製薬、ロート子供ソフトのコマーシャルに起用された。アーモンドグリコのコマーシャルにも起用された。 放送終了後のコマーシャルにも起用されることがあり、2009年には、ミスタードーナツフルーズンのコマーシャル、キーンペン、2014年の9月からは、鈴木ハスラー、ドクタースランプあられちゃん編、クリスマスあられちゃん編などの CM や広告に起用されている。2016年9月には GU のコマーシャルで実写で起用され、2016年12月には、クイックルワイパー、 バスマジックリンに起用された。鳥山の自作漫画、ドラゴンボールにも、作中で登場。また、その派生作品でも何度も登場している。詳しくは後日。なお、下記の出演の際の声は、すべて小山真美が担当している。ゲームでの出演では、ガッちゃんと一緒に出演していることが多い。あられがかけているメガネ、よく被っている帽子は、それぞれあられちゃんメガネ。 あられちゃん帽子という名で販売している。2017年現在でも販売している。すべてアニメ第一作の楽曲である。下記の楽曲のうち、あられ、パラレ、のぎリメイク版の声優である、川田太子が歌唱に参加、それ以外は、小山真美が歌唱している。ドクタースランプはあられが主人公となっているが、連載開始前は千教絵が主人公の予定で元々、 あられのような女の子のキャラクターは特に考えられていなかった。だが、担当編集者の鳥、島和彦から女の子を出せと言われ、鳥山曰く、しぶしぶ考え出されたキャラクターだった。当初あられは第1話でいなくなる予定だったが、鳥島は第1話を読んで、あられちゃんはすごく、 魅力的だったから主人公で出してほしいと言い、さらにあられで人気を得られるかどうかのバロメターにと、連載開始前に、女の子を主人公にした作品、ギャルデカトマトを描いてくれ。それが、読者アンケートで3位以内に入ったら、あられを続ける、もし4位以下なら、第1話であられを消していい。千兵衛を主人公にすると、鳥山と賭けをした。結果、 ギャルケージトマトの反響はよく読者アンケートで3位に入ったことから、鳥山は鳥島の意向を組み、あられを主人公にすることとなった。だが、その時点ですでに4話分のネームができており、そのため主人公は4話までが1000票絵で、五話以降があられという変則的な展開となった。アニメ第一作はタイトルにあられちゃんの文字が加わったものになっており、 次回予告のナレーションもあられが担当。うほほーい。みんな面白かったで始まり、絶対見てちょ。ばーいちゃ。で締めたものになっている。女の子を主人公に据えたことについて、鳥山は結果的に大成功だったけど、もうちょっと男らしい作品にしたかったんで、その時は嫌だったと語っている。単行本9巻に載っている裏話の漫画では、 鳥山は、博士者の漫画を描こうと思ったとき、鳥島がロボットを出そうと言い、鳥山は、大きなロボットにしようとしたが、コマに入らなくなるため小さくした。しかし鳥島に怒られ、没にされたため鳥山は、鳥島が女の子が大好きだったため、女の子ロボットにして鳥島に見せると、うーん、いいじゃない、君にしてはと言われ、採用されたと描かれている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。